営業所外観東日本大震災前の営業所、東日本大震災前の営業所にて並ぶバス、岩手県交通大船渡営業所は、岩手県大船渡市にある、岩手県交通の営業所である。以前は、岩手県大船渡市大船渡町堀川36-16にあったが、東北地方太平洋沖地震による津波被害を受けたため現在の場所に移転した。 旧営業所敷地は、整備工場及び待機場、廃車置き場としてその後も使用され、乗務員用スタッフには、堀川として表記されていたが、2014年限りで閉鎖されている。伊子図社が主に使用されている。震災による津波で被災して廃車になった車両が発生したため、2011年以降に国際工業バスから移籍した車両の割合が高い。 震災復興支援として、都営バスから移籍した車両や、元東京空港交通のリムジンバスも在籍している。JR 東日本から受託。高田支所と共感。東日本大震災にて、高田バスターミナルが被災し全壊したため、その後運行再開した陸前高田市内の路線についても、東営業所で管轄している。なお震災後に開設された高田支所は、 BRT 受託に特化した営業所であり、一般路線バスの運行には関与していない。盛岡大船渡選手用停留所のみ掲載。詳細は大船渡盛岡線バス時刻表を参照。すべての便が大船渡営業所担当である。ただし、2013年3月から6月頃の短期間一部便の運行を矢幅営業所で肩代わりすることとなり、一部車両が 道所へ貸し出された。下り台3.4便と、上り台1.2便は、三沢峠周り、高速道路経由での運行となっている。また上り台1便は、森岡バスセンターから、先の県立中央病院まで足を伸ばす。また下り台1便は、森岡駅前始発である。東野経由便は、米田交差点において、片久峠経由便は、道の駅と上において、トイレ休憩がある。 泊まりダイヤとなる運用が存在し、泊まり明けの松園営業所森岡駅は、森岡駅、松園線として運行される。森岡側での乗務員休憩は、上り台3便から下り台4便の折り返しが、森岡バスセンター駐車場で、それ以外の便が、松園営業所となっている。2枚綴りの回数乗車券設定設定がある。家宅峠経由を利用する場合には、追加料金が必要。 森岡バスセンター森岡駅間における定期券利用は一般定期券のみ利用可能。IGR 岩手銀河鉄道が発売している規格乗車券は利用できない。四電前駅前で接続する陸前高田住田線との乗り継ぎ回数割引乗車券も設定されている。田代屋敷西駅前間は岩手開発鉄道日頃支線の代替バスとしての機能も有している。 一ノ関大船渡線を大船渡営業者の路線バス、車両主要停留所のみ記載、1日に往復、千枚やバスターミナルと共感、新月パーキングで5分間の休憩を行う。岩手県交通のバスカードは利用できるが、フリー乗車券は利用できない。大船渡住田線急行盛岡大船渡線のうち、2沢峠周りの便と同じ区間を運行する。 こちらも旧高森岡大船渡線同様に、サンリアショッピングセンター田代屋敷館で、岩手開発鉄道日頃支線の代替バスの役割を担っている。2009年10月1日の大夜ヤ成政より、川口大股中井館で自由乗降区間が採用されている。県立大船渡病院発着便は平日のみ、運行で、土、日宿日は森駅前へ発着。 2020年10月1日ダイヤ改正以前は、中井線として、住田高校前から先、小股を経て、大股中井まで運行していたが、同改正をもって、住田高校前から先は廃止され、住田町コミュニティバスに移管された。細浦経由高田線運行を再開した際に、ルート変更が行われ、通り、岡線と統合された。立混雑に線平日のみ運行。 丸森立根線、五石線、両利街口線、陸前高田、住田線、大船渡と森岡を結ぶ急行森岡、大船渡線と、四田前駅前での乗り継ぎを考慮した、ダイヤ、運賃設定となっている。小黒山経由制で先進災前は、矢作線として運行されていたが、震災後運行を再開するにあたって路線が、分割されている。一乗車100円、500円のコミュニティバスとして運行。 急行盛岡大船渡線夏休み期間中、一往復が、須崎道の駅高田松原間を延長し、海水浴バスとして運行されていた。かつては、バスカード専用の盛岡大船渡間特急バスも存在した。こちらでは、現金生産はできずバスカードしか利用できなかったため、乗車にはあらかじめ、バスカードを購入する必要があった。 大股線を大船と市内線五石線のボリビンの一部には、五石市海岸発県立大船渡病院行きが設定されていた。県立病院上野山線県立病院市、内線県立病院佐野線一部、県立大船渡病院ではなくす先を始発とする便も設定されていた。先浜線、北里大学海洋生命科学部三陸キャンパスが、 東日本大震災による津波で被災したことに伴い運休。長崎線御用温泉線、甲子線高田線高田バスターミナルと共管、通り、岡線高田バスターミナルと共管、主要停留所のみ掲載。一時は路線廃止が予定されていたが、関係市町村との協議により存続していた。しかし2006年3月31日をもって運行を終了し、廃止された。 釜石営業所との共感。吉浜線を釜石側に延伸して運行。三陸鉄道南リアス線の代行輸送ルートにもなっていた。三陸鉄道南リアス線全線復旧のため2014年4月5日に運行を終了。運賃の上限が1050円に設定されていた。上大畑荒川間は釜石丸ごと。 コミュニティバスの一部として運行されるが、荒川県立大船渡病院間は、広域路線バスとして運行されていた。沖来浦浜から立根間は、三陸自動車道を運行する。2014年10月1日から運行を、休止していたが、2015年4月1日から運行を、再開。しかし、同年9月30日の運行をもって廃止、全便備祝日運休であった。 2014年10月1日運行開始。土休日運休。現在4スーパーセンター陸前高田には、陸前高田住田線、小黒山経由制で線が乗り入れる。2020年3月31日の運行をもって廃止。ありがとうございます。